UEFA 欧州選手権1976は欧州サッカー連盟の主催で1976年に開催された欧州選手権である。大会は32の国と地域が参加して予選ラウンドが行われた。予選を勝ち抜いた4カ国が参加してユーゴスラビアで決勝大会が行われ、チェコスロバキアが初のヨーロッパ王者となった。 UEFA 欧州選手権1976決勝大会進出国予選は1974年から1976年にかけて行われた。32カ国を8つのグループに振り分けたグループリーグがホームアウェイ方式で行われた。勝利には勝ち点2、引き分けには勝ち点1、敗北には勝ち点0が与えられた。 グループリーグの1位通過国だけが準々決勝へ予選通過することができた。準々決勝も同じくホームアウェイの2回戦制で行われ勝ち残った4カ国が決勝大会へ進出することができる。チーム1 v チーム2、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 チーム1チーム2、4得点2得点。ありがとうございます。